仕事で娘めぐみさんの卒業式に出席できなかった松岡さんは彼女に直接手紙を書いたそうです。現役時代世界各国を転戦した松岡さんはめぐみさんの幼少期からずっと手紙で父としての思いを伝えてきたそうです。松岡家では節目にお互い手紙を書き合うのが家族ルール。その家君は引退後の今も変わらず、めぐみさんの入学式の時も松岡さんは恵美子夫人に手紙を託しています。テレビ局関係者宝塚音楽学校105期生卒業式を終えた松岡修造51の長女松岡めぐみさん19。4月からは晴れて宝塚歌劇団に入団。卒業生全員で中組ミュージカルオーシャンズ11で初舞台を踏む。松岡は自身のブログでマナ娘について、これから娘は宝塚歌劇団の生徒として歩み始めさせていただきます、その道は決して楽なものではないと思いますが、創業者の小林十三さんのお言葉、朗らかに清く正しく美しくをモットーに、娘自身が好きな言葉、心に炎を保ちながら日々精進していってくれることを願っていますと綴っていた。松岡が記した小林十三氏は宝塚歌劇団を含む阪急東宝グループの創業者で、彼の祖祖父にあたる。松岡さんの母茂氏さんは宝塚歌劇団44期生の男役ちなみ生として活躍しました。祖祖父そして母への多大なる尊敬の念から入団する娘さんに書面で叱咤激励したと聞いています。前日テレビ局関係者松岡家では当然のように家族の誕生日には毎年父からそれぞれ熱い手紙が届くという。恵美子夫人には感謝の思いが熱く綴られているそうです。一方で3人の子供たちには具体的に褒めたり叱ったりしながら、最後には熱い一言が添えられているとか。松岡さんは毎回家族からの返事を待ちわびているそうです。テニス関係者家族だけではない、日本のテニス界のスター伊達公子48にも激アツ手紙を送っていた。世界ランク4位まで上り詰めていた伊達さんは26歳の時突然引退を表明。グランドスラム制覇も夢ではなかっただけに、どうしても納得できなかった松岡さんは、なぜなんだという内容の手紙を何通りも彼女に送り、なんとか引退を本意させようと必死でした。テニス関係者かつて福岡柳川高校時代にダブルスを組んだ戦友山田康彦さん52の息子にも。今春名大野球部に進む山田陸人選手、霧光学園は小学3年生の時松岡さんに手作りチョコレートを送ったんです。しばらくすると熱い返事が来て、感謝。本気になれば、すべてが変わる。陸人くん、頑張れ。そんなメッセージがびっしり書かれていたとか。当時、スランプだった陸人くんは、松岡さんの言葉に励まされ、また野球に取り組むようになったんです。スポーツ指揮者そんな松岡がしたためた直近の手紙。それが娘への激励文だった。宝塚関係者はこう力説する。2月の卒業公演でめぐみさんは主演を務めました。男役として華のある風貌に加え努力家の性格で後輩からの人望も厚いんです。宝塚関係者の間でも評価が非常に高く、すでに第一魔王天海祐希の再来だと評されています。ここ数年、宝塚うちでは、子、夏目雅子さんの名、風間ゆのさんや、君島十和子さんの娘、蘭瀬めぐみ翔さんが脚光を浴びています。
めぐみさんの入団で男役トップ争いがますます激しくなりますね。ここぞという時、家族への思いは言葉ではなくあえて手紙に。男役トップを取りに行け。松岡の本音の手紙に発奮し、めぐみさんはさらに飛翔するはずだ。